どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。ゴエモンジャパン、ただいまローカルランキング、ローカルプレイヤーランキング第13位、クロノスさんのですね、タイタンリーグのリプレイ、そしてなおかつ今すごい話題のラバードラですよ。早速見ていくことにしましょう。まずはですね、ヒーローを出してババキン出してからの、ターゲットを集めてからウォールブレイカーで壁を開けます。こちら非常に落ち着いてですね、もうさすがという感じですね。そしてババキンのフィストをですね、今発動しました。そしてババキンを縦にしてアチャクイで対空砲を折ると。そしてですね、さあいきますよ。アチャクイでですね、どんどん防衛施設を削れていってます。まあ基本的にこのヒーロー部隊は、対空砲1本を折るために、使っていますね。そして空部隊なんですけれども、いやこちら本当アーチャークイーンで巨大クロスボウも破壊できたの非常にでかいですよね。そして、続きましてラバーハウンドをですね、6時9時の方向に2体出していきます。あれ出てこない、出していきましたね。こちら遠目に出すのはですね、あれですね、こういうのように、黒風船が出てきた時にドラゴンに当たってしまうとちょっと強烈なのでしっかりと遠目に出して爆弾を回収しています。そして結構相手の援軍がちびっこ部隊なんで結構ポイズンで処理できてるんですけれども、はい。そしてドラゴンのこの面出し、これ面出し強いですよね、ドラゴンレベル5。そしてインフェルノタワーなんですけれども、マルチインフェルノは基本的に無視して OK ということです。まあやっぱりシングルインフェルノですともうね、焼き切られてしまうのでしっかりとフリーズで、シングルを凍らしていくと。そしてシングルにフリーズをかけるタイミングなんですけれども、ビーピーピーのそのピーになる前ぐらいに発動するのがですね、いいらしいですね。やっぱりその時間8秒しか凍らすことができないので、そういうしっかりと見てますね。そして後出しのアチャで、まあしっかりとパーセントも稼ぎつつという感じでございます。まあこんな感じでですね、まあタイタンリーグ1位、今4927ぐらいですか、まあ、ローカル13位ということで、もうこのですね、トロ上げの方法が非常に流行っているんですよね。なのでぜひとも皆さんこの方法でレジェンドリーグ行きましょう。はい、行きましょう。ということで、ハルパオさん。はい。ハルパオさん、あれですか、トロ上げするんですか。トロ上げ、完走したら。完走したら。完走したら行きますから。あ、完走は12月。12月ですね。あ、12月中に。じゃあもう、来年にはレジェンドと。そうです、レジェンドパパが。レジェンドパパが。レジェパパさんです。レジェパパさん。ということで、ご一緒、おろしゅー。